皆さんこんにちは、カル TV のタイガです。ピンポーン。はい、ということで今日はモカちゃんと新大久保で制服デートがあるんですけども、僕だけに実はあるミッションがありまして、カル TV のインスタのアカウントでこのデート中にモカちゃんにやってほしいことを募集して、それをモカちゃんにバレないようにこなしていくっていうミッションをしたいなと思います。はい、こんな感じかな。これで僕がストーリーを出して、こう携帯をちょっとずつチェックしてできることをやっていきたいなと思います。まあそれ見てキュンキュンしてください。ガボです。はい、ということでモカちゃんがね新大久保で待ってるということで、僕は迎えに行きたいなと思います。モカちゃん、どう？おはよう。おはようございます。買い物か、新大久保のデート、はい、楽しみましょう。楽しみましょう。よし、それではやっていきまーす。しょー、まあ、今日は1万円あるんで好きなもの何でも行こうよ。何食べたい？ね、まず食べたいよね。新大久保といえば何？チキンとか。チキン、チキン、チキン。でもモカはさ、チーズとかチキンとか好きそう。好き。ね、あとでさ、コスメ見に行こう。え、行きたい、やった。1万円もあるから何かプレゼントする。え、ほんとに？うん、もちろん。めちゃめちゃ嬉しい。お、チーズボールあったね。とりあえず行くか、じゃあ、はい、チーズボール。ちょっと待って、ちょっとあの、ちょっと喋っといて。なんですか、今日あの人ずっとおかしい、なんかチラ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 携帯見てるし。並んでる時に多分時間があるので、わっていきなり言ってほしい。やってきた。マジか、買いに行こう。はい、いなくなってしまった。どこにいるか分かんない。水、いいよ。よし、じゃあ買うか。1150円ね。はい、 OK。 いちごと塩キャラメルマカロン。わっ、何？ちょっかい食べたくなる。あー、なるほど。買ってきました。じゃーん、じゃーん、最高じゃん。トゥンカロン2個800円で、チーズボールが4個入りで350円です。ってことは残りは、で、お水も2本買って、うん、それが200円。そうそうそう、だから1350円を引いてください。1万円から8650円。正解。しゃ、大丈夫。どっちが年上？よし、どう？おいしい、おいしい。いただきます。ああ、アホ。今日はデートプランを考えてくれるんですか、こっからは。もちろん、いっぱいあるよ。何しかない。塩キャラメル、おいしそう。いただきます。いただきます。うん、めっちゃイチゴ、うまっ。完食、ごちそうさまでした。行こっか。うん、よし。またデートプラン考えるから、ね、分かった。これが本当のデートだったら彼は彼氏失格ですね。間違いなく。ずっと携帯いじってるのめっちゃ気になるんですよね。で、これをちょっと待って、視聴者さんに聞きたい。デート中に携帯を相手がいじってたら嫌だなって思うか、まあ、別にいいかなって思うか。私は嫌。携帯を見る時間がさ、そんなにないから、2人でいるときだから難しいよな。めっちゃ来てる。200件ぐらい来てんじゃない。次は頭ポンポンでもしよっかな。定番よね。コスメをモカにプレゼントしてほしい。やろう。よし、じゃあエスコートしよう。よし、じゃあ行くか。はい、今日はエスコートさせていただきます。お願いします。もちろんです。どうなんですか。え、持ってないよ。マジ？じゃあ2センチぐらい。いいじゃん。でもさ、今地味に頭ポンポンされてる。してない。してない。ここら辺か。こういう化粧水とかと、俺がいつも使ってるやつをこれ。え、嬉しい嬉しい。これにしよう。ここでお揃いのもん。そうそう、嬉しい嬉しい。じゃあそれも見よう。うん、じゃあキーホルダーとか。シンプルにこの青と赤のクマ、可愛い。可愛い可愛い。いいんじゃない。じゃあ今回の買い物家の思い出はキーホルダーということで。オッケー。で、他にプレゼントがシカピア。僕が使ってるこれプレゼントします。ありがとうございます。買いました。
プレゼントしたいものとお揃いの買えたね。はい、じゃあチキン、うん、行こっか。チキン、私ね、でもね、プリクラ撮りたいの。あ、プリクラいいね。だから400円だけ残しといて。 OK。 ちょっともうちょっと話しといてよ。はい、ちょっとこれ、とうとう一人になってしまいました。さあ、あんまり機会がないので、タイガくんを褒めようと思います。タイガくんのいいところ1個目、誰にでも気遣いができるところ。2つ目、とっても明るいところ。3つ目は、意外と真面目なところ。カルのリーダーとしていつもね、カルのことを考えてくれて、そういう真面目なところですかね。ちょっと言ってて恥ずかしくなってきたので、そろそろ褒めるのはやめたいと思います。やっぱり難しいわ。2人でさ、やっぱ撮ってるわけで、ここで携帯見てっていうのが難しいけど、着々とやってるよ。じゃあ今何個やりますか？だいたい6、7個ぐらいかな。全然足りんす。足りん。30個やってます。ラッシュタイムいっちゃう。キュンキュンするから見てて。うん、よし。お待たせ、ごめんね、持ってくれてありがとう。何？もう痛かった。うん、大丈夫。大丈夫、大丈夫。待っててくれてありがとう。うん、おいねえ、何や、行こう。うん、ごめんごめん、お待たせ。いいよ、行こう。出たー、また企画でつないでるやつだから。え、私1回やられてるから、もう信じない。何食べたい？ヤンニョムチキン。いいな。俺も一緒のこと思った。本当？じゃあ、カニコだ。お持ち帰りできるのかな。困る。どうよ、ラッシュタイム。いや、よかった。よかった。よかった。ラッシュしてた。今後の作戦としては、まだ足りんと思うから、まだどんどん仕掛けていこうかなと思います。とりあえず、肩トントンってして、コペツンってやったりとか、あとこちょこちょしたり、危ないって変わったり。まあ、プリクラでは、一番人気があったバックハグ、チュープリトロっていう冗談を言うとかね。まあ、頑張ります。よっしゃ、行こう。待て、こういうこともさ、たまにはさ、笑ってるだろ。笑った。そういうことが必要ない。着いた。とりあえずさ、人のいいとこで食べようぜ。そうだね。危ない、え、でも、400円になりました、残り。プリクラ代だけ。ヤンニョムチキン。ヤンニョムチキン。全然綺麗に割れなかった。でも俺の勝ちやん。うん。地味にさ、昔かかったのすんねん。ごめん。いただきまーす。いただきまーす。うん、おいしい。うん、うまっ。テンション上がんな。え、それ。ね。楽しい。よっしゃ、いきまっか。はい。なんでね、ちょっと。え、なになに？またー。多分プリクラ行くまでの道が最後やったから刻んでいくけど、やっぱさ、座ってるからここでも刻んでいこう。何喋ってんの？ん？何？うん。こちょこら。やめてください。うん、ごめんな。うん、いいよ。戻ろうか。うん。行きましょう。行きまっか。はい、ラスト、じゃあプリクラに行きたいなと。おめでとう。しゃあ、ふぅー、プリクラ行こうぜ。行きましょう。やばい、やばい、危ない。何から守ってるの？次は。危ない、危ない、危ない、危ない。もう一回いっぱいだね。今日もめっちゃ満喫してる気がする。ね、しようと満喫してるね。うん。じゃあ俺が冷たいと、普段日頃は。いやー、別に冷たくはないけど。え、でも今日デレデレじゃない？なんかやっぱさ、可愛いからさ、やっぱいろいろしたくなるわけ。例えばさ、これ買ってあげたいとかさ、うん、喜ばせたいとか、頭ポンポンしたいとか。やっぱさっきしてたよね。え？してないよ。してたよ。じゃあ一回一回やるし、一回やるし、一回やるし。え、どういうこと？で、一回やってみたかった。あ、なるほど。そう、頭ポンポン点なんて。頭ポンポン点？70点。70点か。え、じゃあどういうポンポンやったらいいの？顔近づけるね。あ、そうそうそう。あ、なるほど。ちょっとキュンってなる。勉強します。やめてください。
ここ多分一番望んでる人多いところです。見てて頑張ります。まずバックハグ、あとチューブにしようって言ってみて、あとおんぶできたら意外と絡み多めでいきたいと思います。やってみます。やってみて。はい、ありがとう。ないよ、もう一回しかた稼いでいく。何よ。あと何枚取れるの。はい、ということで新大久保制服デート終わりました。イエーイ。残りはもう150円ぐらいしかないから1万円達成です。楽しかった。楽しかった。でさ、最後にさ、めっちゃ楽しかったんやけど、聞いてた。これさ、ずっとやっぱカル始まって2年間ぐらい、うん、モカちゃんと会って何年やろ。1年半ぐらい。うん、まあその1年半前からずっと好きでした。僕と付き合ってください。ごめんなさい。はい、ということで僕のポイントはだいぶ稼げたんじゃないでしょうか。実はデートが始まる前にカル TV の公式のインスタグラムで僕からモカちゃんにしてほしいことをファンのみんなに募集して、モカちゃんにポンポンだったり、さっきの告白だったり、うわ、なんかちょっと気づいたけどな、振られたから。やっぱ企画か、この男。いつか仕返しみんなでしようね。怖。はい、ということでこの動画はこれで終わります。せーの、シーユーレター。バイバーイ。やった。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録。